ソフトバンクは14日、リチャード内野手と野村勇内野手の出場選手登録を抹消した。リチャードは今季17試合に出場し、打率1割4分6厘、0本塁打、1打点。野村勇は28試合に出場して、打率1割7分9厘、2本塁打、5打点の成績。代わって栗原とデスパイネが1軍昇格する見込み。リチャードは6日の日本ハム戦で今季初の敵地打を放ったほか、3試合連続安打など打撃で着実に結果を残した。同日の試合後には長谷川打撃コーチも前みたいに打席で、どうしようかな、この投手はこう待った方がいいかな、ではなく自分の考えてきたスタイルをやってダメならしょうがないくらいの感じでアプローチしている。かなり成長した、1打席の中で1球1球に左右されなくなってきていると成長を認めていた。しかし13日の日本ハム戦後、長谷川コーチの表情は曇っていた。せっかくいい形で頑張っていたけどもったいない、鼻息荒かったのが鼻息が止まったな、とリチャードに残念な変化が起きていた。異変を感じたのは3打席連続安打中で迎えた10日の楽天戦頃。ちょっとしたことからすごくマイナスイメージを持って、いろいろ情報を入れすぎて打席に立っている感じはあった。同日は4打数無安打。翌11日の日本ハム戦では2安打を放ったが、その後は2試合連続で無安打に終わった。精彩を欠いたリチャードが打席で以前のように悩む姿を見逃さなかった。リチャードにとって今季3度目の1軍昇格は出場10試合で終わった。エンジンが切れるのが少し早かった。良かっただけに一瞬の気の緩みというかなのかなと思いますけど、長谷川コーチが残念そうに口にした言葉には大砲候補への大きな期待も込められていた。もう藤本監督の考えることはよくわからん。育てる気あるのか。いやいや、リチャード落とすの意味わからん。はぁ、あ、勇は仕方ないにしてもリチャードは違うだろ。アキラを休養ゴミで抹消だろ。ここはリチャ使わんと変わらんぞ。栗原帰ってくるから用済みってことですか。ダメだこりゃ、勇はともかくリチャードを落とすかね。はぁ、あ、もう終わってるわ。だからいつまで経っても勝てないんだよ。この二人抹消してデスパイネ選手と栗原選手あげるんですか。今の一軍首脳陣の頭の中には若手育てる気はさらさらないという結論が出たということでしょうか。恐れていたことをそのまんまやりやがった。すごいわ、すごいとしか言えんわ。この交換、圧倒的と呼べる成績を残していない栗原と大ベテランのデスパイネのために若手2枚を削る采配、チーム壊すための資格でしかないやろう。三塁手2人落とすことで栗原の国士を確定させ、また若手の育成をしないということも確定。野村勇の2軍落ちは打席数確保のためにも賛成だが、リチャード降格は理解できない。まあ妥当かな。勇は首脳陣のせい、リチャードは実力。勇ちゃんまで抹消しやがったこのヒゲ野郎。勇さん抹消か。あんなアプローチ解約させたバカ友から離れて小久保さんの元でしっかり長打打てるアプローチを取り戻して来年また頑張ろう。リチャは相変わらず145超えるとノーちゃんだし、いい加減速球対応どうにかしないとマジで今年で切られかねないぞ。で、球威がかけらもないシーノはいつまで使うつもり。柳町、野村大樹、増田とかも一軍に生き残れたけど、デスパ、栗原上がるからベンチなんだろうね。若手、右打者が育ってないと言いつつ、若手の長距離打てる右打者抹消されてるし、育てるのを防止してるのが敵じゃなくて味方の上司なんだよね。はい、勇抹消。為替とか何のためにいるんだよ。終わりました。ホークスの未来がまた潰れました。マジでもう順位気にせず使い続けるべきだった。アホだな。一軍でリチャードを育てる気ないってことか。指揮官として無能だってことは分かってたけど、ここまでとはね。そこまで良くないリチャード使いまくって、野村勇を腐らせるだけ腐らせて挙句の果てがこれだもんな。あまりにもカス。これで野村勇26歳のシーズンは終わりを迎えるのか。勇、来年はまともな監督の下で野球やろうな。本当、藤本さんたち首脳陣は何がしたいのか分からん。どうせ代わりに上がってくるのは栗原くんとデスパなんやろうけど、個人的には2人とももっと2軍で爆発的に打つようになってからでも遅くない気はするけどね。よっぽどお気に入りの選手でスタメン固めたくて仕方ないんやろね。ここで見せろ無能ムーブ。ファンを凌駕する一撃。国士ひいき左右病でことごとく壊せ。育てる気なさすぎて呆れる。わあ、いや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 、リチャード昇格してからそこまで打席の内容悪くないよ。ボンダ多いけど内容段違いだったやんけ。守備も安定してたよ。バカなの、アホなの、無能なの。ほんと早くやめて藤本監督。はい、予想通り。
さっさと勇を放出して楽にしてやってくれ。勇は二軍で無双する方が本人のためかな。どうせ一軍いても大層要員だもんな。権力持ってる無能首脳陣がいなくなることを来年祈るしかねえな。ヒゲはマジでソフトバンク嫌いなんやなと。絶対に若手を育てるもんかって強い意志を感じる。育てる気ありません。てか即刻やめてしまい。藤本博士、勇さんは出場機会得るためしゃあない気するけど、リチャード落とすのは今一番やっちゃダメっしょ。所沢で夢叶えようぜ。もう終わりだよこの球団。リチャードの打席内容はすごく良かったんだけどな。もっと見たくなるシーンがあったよ。打撃の結果よりも内容が良くなってきていた。初球から狙い球を絞って振りに行ってたし、粘り強さもあった。なんか掴めそうな気配があったと思う。デスパイネよりはリチャード見た方がワクワクするね。結果よりようやく慣れてきたのにもったいない。リチャードはモチベーション維持してほしい。やっぱりリチャード落ちたか。ちょっと打てないくらいでいちいち落としてたら若手はいつまで経っても育たないぞ。若手育成に我慢できない球団、中村牧原は正義。これは今シーズン一番ムカついたかも。勇もリチャードもこのチームの未来だろ。38歳のデスパイネを挙げて24歳のリチャードを抹消させるなんて、ソフトバンクは育成放棄してるように感じる。阪神に移籍して大活躍した左腕大竹や、日本ハムに移籍して今やチームの守護神として大活躍してる田中正義投手らは移籍がなければ今頃どうなっていたか。若手を育てて使いながらでも試合に勝つことは可能です。現在パリーグ首位オリックスなんかは最近の試合でスタメン平均年齢が24歳でした。何十億も積んで外部から補強ばかりしてもチームが強くならないことは今季の成績が証明している。ホークスはリチャード、野村勇選手ら伸び盛りの選手にもっと出場機会を与えるべき。デスパイネは出場試合数の契約があるのかもしれないですね。いずれにせよちぐはぐな動きで見ていて納得できるものではないです。野村勇に関してはここ最近の使われ方がかわいそうだったし、このままダイソーと週に1回くらいの代打なら2軍で打席もらった方が良い。リチャードは金曜日までは良かったけど土曜日用の印象があまり良くなかった。増田が直前にアピールして野村大二は2軍ではやることがなく昇格してきたのでしょうがないかな。やはり途中再契約したデスパをどうしても使いたいんだろうね。残り試合約40試合で DH オンリーだから野手に負荷がかかるのは目に見えていて、それでデスパがどれだけ実績を残せるのか、またどれだけ残せたら合格というのか、おそらくチームにとってはマイナスの部分の方が絶対に多いはず。まあこんなことばかりしていては少なからずファンは去っていく気がする。使いたいっていうよりも使わないといけないって感じなんじゃないですか。素人の我々がなぜって思うくらいなのに、藤本さんだってできるものならばデスパイネよりリチャードって思っているんじゃないですかね。ってかすかな願いですけどね。監督はリチャードをどうしたいのだろうか。今回は今までとは少し違う雰囲気を醸し出していた。あっさりの降格は本人腐ってしまわないか。藤本監督はこういう選手のモチベーションを上げるとかのやり方が下手だと思う。ただ単純に年俸の高い順に使ってるとしか思えん。アキラ、今宮、柳田など自身が二軍監督や打撃コーチ時代に主力となり活躍した選手。フジモンからしたら忖度してでも使いたいんだろうね。野村勇、リチャードは残してほしかった。栗はまだ若いし先があるけど、親方は残念ながら今年まででしょう。そして優勝も半難しくなった今、若手主体に切り替えて来年、再来年の布石にすべきじゃないかな。リチャード、勇は打席での経験を積ませないとなと思います。自分はリチャード推しではないけど、今回はコツというか打席の感じは良くなってるところもあったから、もう少し辛抱しても良かったと思う。どうせ開拓や捕手以外使わないなら谷川らを下げても良かったかなと思う。昨日の代打の感じも良くなかったし、勇も2軍に下げるなら為替でも良かったかなと思う。藤本カスすぎるわ。ほんま最悪すぎる。こんなクソみたいな監督なかなか見ないぞ。野村選手はダイソーでしか使ってなかったから抹消はまだわかるんだけど、リチャードまで抹消はさすがにもう意味がわからん。アウトでも内容は良かったと思うし、なんか掴みかけてる気配はあったと思うんだけど、首脳陣の認識は違ったってことかな。いずれにせよ試合を見る楽しみが一つ減ったことは間違いないね。リチャード落とすって意味わからん。勇ちゃんは最近調子良くなかったから仕方ない部分あるし、また調子上げてほしい。リチャードは2軍ですることはもうないはずで、あとは1軍の投手の球に慣れさせたり、試合の雰囲気とかを経験させるために育てるという意味で1軍で使わないといけないのに、結果が出ないとすぐ落とす。これじゃあいつまで経ってもリチャードが2軍の帝王って言われても仕方ないかなと思ってしまう。優勝はほぼ無理なんだから、来季に向けて若手使えよって思う。藤本と立浪の争いが激化してきた。おい藤本、
結果は気にするのじゃなかったん。これでどうやったら気にしないで済むん。教えてくれやヒゲむしりながら聞いてやるわ。あはははは